対中潜水艦対策として日米特別訓練が実施されました。もちろん敵役は海上自衛隊潜水艦です。静粛性でトップでしょう。今回この特別訓練の裏側を詳しく見ていきます。日米の哨戒機がどうすごいのかわかりますね。2021年6月22日から24日の3日間、紀伊半島沖合で海上自衛隊の B1 哨戒機とアメリカ海軍の P8 哨戒機、ポセイドンによる対潜哨戒特別訓練が実施された。3月にも同様の訓練が種子島東方で実施されていて、2021年としては2回目となるが、このような海上自衛隊とアメリカ空軍との合同での対潜哨戒特別訓練は、1957年から続く伝統ある訓練である。海上自衛隊が6月25日に公表したプレスリリースによると、今回の対潜哨戒特別訓練には、アメリカ海軍からB8A 哨戒機4機、海上自衛隊は B1 哨戒機3機と潜水艦1隻が参加して対潜哨戒訓練が行われた模様である。参加潜水艦の艦首、艦名は不明。なお、同時にプレスリリースで公開されている画像には、海上自衛隊の B1 哨戒機は第4航空軍第3航空隊厚木基地所属の P1 と、アメリカ海軍第10哨戒飛行隊 VP10 レッドランサーズの B8A が写っている。この海上自衛隊の国産哨戒機 P1 とアメリカ海軍の哨戒機 P8 は、共に現用の P3 オライオンの後継機として2013年に運用が開始された同世代の固定翼ジェット哨戒機である。これまで固定翼哨戒機として一世を風靡したアメリカ海軍のロッキード・マーティン社製 P3 オライオンは650機が生産され、日本では川崎重工業が P3C を107機生産している。対潜哨戒用途だけでなく、電子戦救難活動のほか、気象観測や消防活動などの非軍事用機としても活用され、世界20カ国で運用されている。 B3 は現在においても哨戒機として優れた機体であるが、初飛行から60年以上経過したことや、最新の電子機器の搭載能力が限界に近づいてきたことから、その後継機種の開発が急がれていた。アメリカ海軍では当初 B3C の改良型を P7 として開発を進めようとしたが、開発の遅延と多額の予算超過が判明して中止され、その後公募によってボーイング社が自社の旅客機737型機を回収した737MMA の提案が採用となり、 B8 として採用されたのである。ボーイング社ではこれまでも自社旅客機を回収した軍用機を提案していて、767型を回収した E767 早期警戒管制旗や KC767 空中給油輸送機を開発していて、その実績も評価されたと言われている。ちなみに E767 早期警戒管制機は日本の航空自衛隊のみが導入していて、JWAX、JWAX と呼ばれている。
B8 は2021年現在100機以上が生産されていて、アメリカ海軍、イギリス空軍、オーストラリア空軍、インド海軍が運用を開始しているほか、ノルウェー空軍、ニュージーランド空軍、韓国海軍、ドイツ海軍が導入を予定している。日本の海上自衛隊においても、一時、この P8 の導入を検討したことがあったが、防衛庁内を2分する議論の末に、国内開発の道を選び P1 開発に舵を切ったのである。日本においては、2014年に、これまでの武器輸出三原則の規制を緩めた、防離装備移転三原則が策定され、完成品としての兵器の輸出が可能となり、輸出による生産コストの削減を狙って、B1 のほか、C2 輸送機や、双流型通常動力型潜水艦などの売り込みを図っている。しかしながら、これまで、イギリスやニュージーランドなどが B1 に興味を示したものの、いずれの国もアメリカ海軍の P8 の採用を決定していて、2021年現在に至っても海外輸出はなされていない。B1 と P8 の初舷を比較すると、機体サイズは全長 38M、B8 は 39.5M、全幅 35.4M、37.6M、全高 12.1M、12.83M とほぼ同じで、外観の大きな違いは、B1 のエンジンが4発 IHI 射程 F7 なのに、B8 が双発であることである。性能では、最大離陸重量は、B1 が 79.7 トンに対して、B8 が 85.8 トンと、約6トン上回り、実用上昇限度は、13,520M に、12,500M と B1 が 1,000M 上回っているほか、最高速度が 833km。H に対して 810km/h、航続距離が 8300km に対して 8000km と大きな差はない。最大離陸重量の差は、磁気探知装置 MAD の搭載の有無の差が大きいと思われ、B8 ではこれを搭載していないのであるが、オプションとして搭載可能とされていて、インド海軍向けの P8I ネプチューンには搭載されている。このようにサイズや性能に大きな差がないにもかかわらず、 B1 が P8 との競争に勝てない理由の一つとして、国産兵器の契約価格が高いためと見る向きがある。しかし B8 の価格が1機あたり2億 US ドル約220億円に対して、2014年に公表された P1 の価格が1機約200億円であるので、ここに大きな差はないと考えられ、実際に開発・製造元の川崎重工業の幹部も、競争に負けているのは価格が高いからではないと発言している。それにもかかわらず、他国が P8 を選ぶ理由は、一つにはアメリカへの忖度があるのではないだろうか。性能や価格に大きな差がないのであれば、西側諸国においてはアメリカとの関係を重視するのは致し方のないところであろう。そしてもう一つの理由は、次世代兵器として期待されている無人機と無人潜水艦とのリンク技術にあるとされているのである。アメリカ海軍では、無人偵察機 RQ-4 グローバルホークの
洋上監視型である MQ-4C、トライトン、ノースロップ・グラマン社製の運用を2018年から開始しており、B8 とリンクさせてセットで運用、売り込みをかけていて、現在、オーストラリア海軍とドイツ海軍が導入を計画している。無人の MQ-4C を常時、危険空域を含む空域を偵察飛行させ対象発見時に、B8 が急行して詳細を探る運用方法が想定されており、搭乗員の安全確保と省人員化が期待できるとしている。なお、この MQ-4C は、洋上での飛行において、対潜哨戒のために低空を飛行するケースが想定されるため、機体構造の強化と塩害、氷結、落雷などへの防錆対策が施されていることが、RQ-4 との大きな違いであるという。そして、さらに、アメリカ海軍は、無人水中高層帯 UUV エコーボイジャーをボーイング社と共同で開発を進めており、これを無人の偵察用潜水艇として運用することを目指しているとされている。このエコーボイジャーはディーゼルエレクトリック方式の通常型潜水艦と同じ機関ながら、航続距離が12,000km もあり、深度 3000m まで潜航可能とされていて、バッテリーは自動的にシュノーケル弧を走りで充電され、連続潜航距離は 280km であるという。自衛隊のみならず人員確保に悩む軍隊は多く、無人兵器の開発が進む中、それとリンクして活用できる性能を持つことは大きな強みであり、西側各国が B8 を選ぶことに十分な理由であろう。防衛庁が本気で自衛隊装備の輸出を考えているとしたら、無人旗や無人潜水艇などの開発と、それらがリンクされたシステムの開発を急ぐ必要があるのではないだろうか。